はい、どうもこんにちは、こんばんは、ウェリントンでございます。相変わらずですね、こう進まないこの村の開拓というか島の開拓ですね。まず何をしていくかっていう話ですよね。本当にそれは思う。で、とりあえず一個だけアップグレードして、スモールハウスを一個だけ作りましょう。これを一個だけ作ります。そして、その後にまず本当もうこれ何回目ってやつですよね。もう本当に1個だけ作ります。これ1個だけです。で、移住していきます。そういうことによってまずってここで小麦粉を作らせます。で、小麦粉1個作らせるでしょ。で、小麦粉を確保しつつ、で、ガン振りしますね。で、なおかつ燃料が必要になるので、どこだっけ、こうか、これとつけたとこ分かんなくなっちゃった。これまた一連で作ります。もうね、4度目か5度目の正直なんでね、いい加減これでなんとかしたい。で、木こりはまだ、ちょっと待ってくださいね。子供が上がってくれば人口も上がってくるので、できたでしょ。で、とりあえずまだ作れてないので、作らせて、じゃあセーブデータってどんな感じになってるの。
セーブか。5分。オートセーブのセッティングって例えば結局消えないのかな。まあいいか。で、小麦を取らせるのと食料。まあ実際小麦じゃなくてポテトの方がいるかもしれないな。でも少しだけ小麦を取っておこう。必ず必要になってくる。で、まず燃料に一人割り振ります。これができたら、まだでもできてないんですよね、事実上。これを作らせて。させようか。これで収穫ボタンなんだね。1人増えた。労働者が1人増えるのはいいことだな。これでこのペースを守っていこうか。ちょっとだけね、一つだけ気になることがあるんですけど、このね、イノシシたちをどうするのかっていうね。見え見え、あれ、見えなかった。上からですね。こんだけ小麦がこう作れれば、できたね。できたよーと。さあ、ということでまず
ろやってきましたが、まずは食料の確保に努めたいので、作れるもんないですか。石がないのか。これをちょっと止めて、で、石と木、ちょっとこの辺伐採切ってもらおうかな。できたね。393で新しくまた植えてるわけだ。もう植えても間に合わんでしょ。だから君は違うことをさせてくれ。君は薪割りに行ってくれ。誰も当ててないよ。16しか60しかない。1年は持つ。大概1年は持つ。3年目が持た。早く作って。
残せるかな。完了してなかった。その間こいつは何をするかっていうことね。特に何もするわけでもないのか。しばらくはこのままだな。で、もう春は終わる、冬は終わるかな。3度目、4度目か。いい加減バランス取りたいね、本当に。薪がなくなった。木炭かを働けるようになったね。そしたら一人はここに行かせよう。長いっていうのもあるんだ。あそこの倉庫を作らせればまだマシなはずなんだけど。
でもいいんだけどな。全部揃ったか。結局小麦はパンに結びしないことには結びつかないんだよな、食料と。少しずつ少しずつ人口をねやっていきましょう。そんなにね急に発展させようとするからいけないですよね。ゆっくりやっていこう。バランスをしっかり整えながらやらないと。まあどうせは良くなったでしょう。で、干し草。干し草を取らせて。毎年一人ずつ増えていく計算ですかね、子供は。増えてますね。で、子供が一人欲しいのでここをアップグレードします。
1が13しかない。ストーン。90はいるって書いてああ溜まっとる溜まっとるポテトも溜まっとる移動収穫してまえポテトが何に使うこれには分からんけど収穫してまえで1人増えましたね。はい、ご食料。ああ違うな。あれだ、増えてないわ。パンを作りましょう。パン工場ですね。Thank you.
ということでですね、今回の動画はこの辺でやっております。今回はもう本当にもう慎重にいきますよ。もう無理して人口は増やさない、そしてしっかりと資源を蓄えながら行っていく、余裕ができるまでねやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。